はい、皆さんこんにちは。ティナです。タカです。エレキブログです。はい、ということで今日はですね、タイトルにもある通りドイツ人と日本人、実際のところ似てるのか似てないのか、私たちの話じゃないよね。あ、ちょっと違う。ジェネラル的な、そうそうそう、一般的に一般的に似てるか似てないか、偏った人間なので、なので変な偏見とか皆さんとちょっと違う視点が入ってるかもしれないですけど、ちょっとそこはね、で僕たちの視点からこう見てシェアしたいと思います。はい、スタートします。はい、私はめちゃくちゃ大事なのが、うん、時間を守ることで、多分私だけじゃなくてドイツ人一般と日本人も時間を守ることのが大事だと思います。めちゃくちゃ大事だね。日本も仕事でもスケジュールとかが、まあ、ちゃんとしたそもそもスケジュールがあることが、日本人ってスケジュールを立てることとかもすごい好きだから ね、仕事してて思うけど、ちゃんとスケジューリングしてこの通りにやりましょうみたいな。そうで、まあ私は友達とかに会っても5時に会うことが決まってるなら5時に会いたいよ。5時10分とかはもう結構イライラする。ああ、そこも日本人と多分ドイツ人の一般的な感覚は似てると思う。日本人とドイツ人は意外と似てます。まあドイツ人にとっても大事、日本人にとっても大事、私にも大事、タカにそんなに大事じゃないかもしれないけど、でもそんな俺多分時間を守らないってことあんまないと思うよ。起きる時間は遅いけどちゃんとデッドラインまでには間に合うように準備もしてます。 No、 してます。してない。してない時もあります。ちなみに今タカがなかなか朝起きれないことの話したんですけど、うん、その俺ね低血圧だからな。最近言い訳、最近あのブーンって測られたでしょ。俺低血圧だったのよ。はい、だから起きれないんだから。はいはいはい、これ俺が起きたいけど起きれないっていう、これちょっと低血圧だから優しくして優しく、はい、低血圧。睡眠時間というか、その睡眠の文化がなんか違う気がする。睡眠時間は平均的に見て短いかもしれない。うん、そう。だって2人の間でもそうだもんね。そう、俺全然寝なくて全然大丈夫だけど、そう、6時間とかしか寝てないけど、私は8時間を寝ないと使えない人だよ。なんか仕事とか忙しくなってくると5時間とか、別に4時間とか寝れば次の日もちゃんと仕事できるけど、レナの場合はぼやー、全く機能しなくなるもんね。6時間寝れば基本的には大丈夫で、そう思ってる日本人の人も多いと思う。それは違う。6時間って十分じゃない？No、 十分だよ。6時間寝れば。6時間は病気になるよ。マジで6時間睡眠の人すごい多いと思うよ。病気になる。働いてる人とかだったらそうだよ。病気になるよ。だからまあここはドイツ人と日本人が違うね。平均、なんか平均の統計とか見ると面白いかもね、ニュースとか。ちょっと今調べたんだけど、あるウェブサイトの統計によると日本は世界で平均で見てもかなり睡眠時間が短くて、睡眠後進国って言われてて、平均で見ると一番寝てるのがフィンランド、7時間半ぐらいで、ドイツはだいたい10番目ぐらいで7時間ちょっとで、日本は30番目ぐらいで6時間半短だから、フィンランドとかと比べると1時間も短い平均で、まあ、世界的に、まあ、この統計に協力してくれた国の平均で見ると7時間が大体平均睡眠時間。じゃあやっぱり日本が短い。だからドイツはやっぱり睡眠な、世界平均よりも多いけど、日本は世界平均よりも30分ぐらい短い。次、ドイツ人と日本人で似てるところ、ビールが好きなところ。乾杯。そう、日本人って多分すごくビールが好きな国民で、ね、イメージ。そうだよね、大体居酒屋とか行くとまずね、とりあえずビールという言葉がある。その言葉がある通り、みんなね、一杯目は大体ビール飲むじゃん。私以外で、ドイツ人はもう言うまでもないじゃん。ザ・ビール国、ビール大国。みんな昼から朝から朝からも飲んでるし、で昼からも普通に飲むし、ドイツ人はビールを瓶のビールしか飲まない。あ、缶は安くて誰も飲まない。だから缶のビール文化は日本とか東南アジアとかもそうだけどね、お互いビールが好きな国民だけど飲み方には違いがあるんだね。うん、そこは違うけど、よく飲むのが共通点だね。うん、ビール大好きだね、日本人もドイツ人も。うん、
ちなみにドイツだと16歳からビールが飲んでもいいよという法律です。それすごいよね、まだ子供だよでも若い時にお酒飲むとこう脳の発達とか良くないって聞いたことあるよ。だからビールは別にお酒が強くないから、数パーセントだから。そう、まあ、ドイツ人の感覚からするとそうなんだね。ビールはお水のように次のところは女性しか興味ないかもしれないけど、うん、メイクの文化が違う。あー、それ全然違うわ。ドイツ人は私も含めてあんまりメイクしない。そうだね。で、日本人はメイクしてないと外に行けないぐらいの緊張感、うん、あと仕事に行く時とか逆にこうマナーとしてメイクしないとアンプロフェッショナルなマインドセットはドイツではない、うんうん、そうだね、街歩いててもね、メイクしない人も多い。全くノーメイクで普通に歩いてるもんね。で、まあ時間を守ってることは先に話してたけど、うん、こう全体的に、うん、真面目な人が多いと思います。日本にもドイツにもこう頑張って仕事してデッドラインがあって、デッドラインまでにちゃんと終わらせようっていう、終わらせよう、あの品質のいいものを出そうみたいな。それいいとこだね。だからあるじゃね、エンジニアリングがいいんじゃない。ああ、そういう、車の、うん、多分そういうことだと思うよ。あんなのを真面目に作んないとね。そうそう、あとただの危ない塊だから制御できなくなったら終わりだから。なんとなくなんとなくプログラミングで作ったら終わりだからね。だから車めちゃくちゃいい車、トヨタとか、うん、そうだよね、ドイツの車いいのばっかだよね。ね、アウディ、ベンツ、BM、ポルシェ。ただ職場で言うとちょっと違う面もあって、残業全くしないドイツ人の人。多分一つの仕事でめちゃくちゃ頑張ってる理由は、うん、仕事が終わったら家族とか友達と時間を過ごせるのが大事にしてるから、その仕事をする8時間、うん、ちゃんと頑張って仕事を終わらせて、でスッキリした気持ちで6時に帰ってとか5時に帰って。日本人の場合はちゃんと頑張って8時間働いたらもうちょっと頑張ろう、エクストラワークがこう落ちてきてもうちょっと頑張ろうってなるから、あんま終わりがないからね、日本の働き方ってね。あと周りの人もみんな残業してるから、うん、ここで帰るのはちょっと気まずいからもうちょっと自分も頑張って残業しようとか、うん、ドイツ人は多分そういう感覚はないんだよね。はい、ちゃんと今日最初にやるって決めたところが終わったらもうそれ以上は全くやらない。はい、で明日やればいいし、はい、それよりも家族とのその後の時間が大事みたいなね。さっきにタカが言ってたのが終わりがない。そうそうそう、だから日本人は終わりがないと思ってるからもうちょっと頑張りましょう。でドイツ人は終わりがないと思って、はい、まあ明日やっても明後日やってもどうせ終わらない、どうせ終わらないって感じだから、うん、もうちょっと、まあ、仕事に関係するところで言うと日本人は多分スーツがすごい好きだね。そうだね、あの東京に来た時にびっくりした。朝電車に乗ったら 99% の人はちゃんと黒いとか青いスーツに白いシャツ、うん、そうだね、バリエーションがない、誰もなんか派手とかじゃない、みんな同じスーツって感じ、みんな同じ人コピーされたみたいな確かに。でもドイツとかヨーロッパ俺旅した時とか思ったけど、はい、平日とかに街歩いててもあんまりスーツ着て歩いてる人がいないもんね。そう、スーツで仕事しないで、銀行で働いてる人ぐらい。あと営業に行く人はスーツ着るのかな、ちゃんと。ああ、それはあるかもしれない。あと日本の場合だとこうバックオフィスで働いてるさ、こう事務作業をしてる人も基本的にスーツ着てくれる。でもドイツとかだとお客さんの前に出ない人とかだったら別に多分 T シャツとかでいいでしょ。で本当に何でもいいのがジーンズとスニーカーでいいよということだよ。だって見られてないんだもんね別に。だから自分のパフォーマンスが出やすい服装で働くのは会社としても、ね、一番利益が出るわけだからね。だからそこで見るとね、ドイツ人ってめちゃくちゃ合理的なんだよね、考え方が。はい、ということでドイツ人と日本人反対、ドイツ人と日本人の、まあ、似てるところ似てないところを僕らの勝手な偏見と独断でねいろいろ紹介しましたけど、はい、結局ね似てるか似てないか分かりません似てる部分もあれば似てない部分もあるし、もし皆さんも何か気づいた点があればねコメント欄でぜひ教えてください、はい、こういうところ似てるよねとか ね、 ね、このビデオは面白かったと思った人は高評価、いいねボタン押してください。あとはまだチャンネル登録してない人はぜひぜひチャンネルを登録してください。
でこのビデオが終わるので、また次のビデオは3日後にアップされるので、そのビデオでまた会いましょう。バイバーイ。